古川駅。古川駅は、宮城県大崎市古川駅前台通一丁目にある、東日本旅客鉄道、JR 東日本の駅である。東北新幹線と、在来線の陸空等線が乗り入れ、接続駅となっている。本港では、周辺にある、日本貨物鉄道、JR 貨物のコンテナ周廃基地である、古川オフレールステージョンについても記述する。古川駅は、 1913年、大正2年に、現在の陸羽東線の内小五大駅から岩出山駅までの区間が、部分開通したのと同時に開業した。開業当時の駅員は、運輸担当が13名、保線担当が7名で、この他に赤棒が1名、営業許可された売店が1店舗あった。こうして、営業を始めた古川駅だったが、間もなく一つの問題が発生した。 茨城県佐島郡小賀町の東北本線小賀駅と駅名が似ているということで、鉄道荷物が古川駅と小賀駅で相互に誤って届くというが、起こるようになった。そこで、東京の鉄道管理局は、古川駅の駅名を、田古川駅に変更することを検討し、またこの他に適切な駅名があれば、それへの変更も考慮するとした。 これに対して古川が属する志田軍軍長は、志田古川は、駅名として不適切であるとし、小賀駅の改名を希望した。また、やむなく、古川駅を改名する場合として、古川町駅を第一希望とし、ついで、陸前古川駅を、改象候補として挙げた。結果として、古川駅は1915年、大正4年に、陸前古川駅に変更されることになった。 東北新幹線の建設が具体性を帯びてくると、古川市は周辺の自治体と共に新幹線駅実現を目指して政府に働きかけを行い、1971年、昭和46年に古川駅への新幹線駅設置が決まった。この付近の新幹線駅の場所については、古川駅、北浦駅、小五田駅の3案があり、それぞれ長短があったが、 古川市がこの地域の行政や道路交通の中心であるという判断から古川駅が選ばれた。新幹線の計画線上に当たった古川駅前の一部の住人は新幹線ルートの変更を求めて測量を拒否し、このために古川駅周辺での新幹線工事は後回しにされたが最終的には 国鉄と住人の間で妥協が成立し、建設工事が進められることになった。旧来の駅舎から東側へ300メートルほどの位置に、新しい駅舎が建設され、東北新幹線の開業に先立って1980年、昭和55年から陸羽東線の駅として、共用を開始した。この時に、陸前古川駅から古川駅へと、再び駅名が戻された。 旧来の駅舎は取り壊されて、その跡地は貨物取扱所となった。東北新幹線は1982年、昭和57年に大宮駅と森岡駅の間で部分開業し、ここに古川駅は新幹線停車駅となった。東北新幹線と陸羽東線の線路が直角に交差している。陸羽東線は地上駅で、 島式ホーム一面二線を持つ。ホームは、古川駅移転時の鉄道輸送事情を考慮し、約八両分の長さがある。新幹線ホームは3階にある、高架駅。本線、通過線を挟んだ二面三線の構造となっているが、13、番線に当たる部分には、線路が敷かれていないので、実質的には二面二線の構造になっている。直営駅、駅長、管理助役。 助役配置で、駅長事務室内に、古川地区センターを併設している。管理駅でもあり、地区駅として、石巻駅、小後田駅、栗駒、高原駅の各管理駅を統括する。また、陸宇東線の塚め駅中山平、温泉駅間の各駅を管理下に置く。事務官コードは23万1304を使用している。駅舎の2階には、緑の窓口、 自動券売機、指定席券売機、自動改札機、新幹線、在来線、待合室、ニューデイズ、立ち食いそば屋、ビューアルトがある。このほか、駅舎の1階には、ピボット、スーパーマーケットや、飲食店が入居する。出店、JR 東日本、駅構内図、古川オフレールステーション、略称、古川大須は、駅の西側、 大崎市古川駅前第21丁目7-35にある JR 貨物のコンテナ周廃基地。ここは移転前の古川駅、当時は陸前古川駅があった場所の北側である。なお、陸羽東線の JR 貨物の対西鉄道事業は廃止されているため、貨物駅ではなく貨物列車の発着もない。現在は列車代替のトラック便が1日に往復。 仙台貨物ターミナル駅との間に運行されている。取扱い貨物はコンテナ貨物のみで12フィートコンテナを取り扱っている。かつて古川駅は貨物列車が発着していた。しかし1996年にトラック代行輸送に転換され自動車代行駅となり2002年には 飛空島線の JR 貨物の第二式鉄道事業が廃止され、JR 貨物古川駅は廃止、施設を流用して、古川コンテナセンターが設置された。その後2006年の名称整理の際に古川オフレールステージョンに改称している。JR 東日本によると、2018年度、平成30年度の1日平均乗車人員は4879人で、ある、 レフグループイコール利用客数ネームイコールパッセンジャー2018-03レフ。また、新幹線の1日平均乗車人員は2846人で、あるレフグループイコール新幹線ネームイコールパッセンジャー2018新幹線レフ。近年の推移は以下の通りである。周辺には大崎市の中心市街地古川の街並みが広がる。以前は、 中心街のある駅西側には、セイティなど、スーパーや個人商店などが数多く存在したものの、現在では閉店した店舗が目立っており、決して賑やかとは言えない。しかし、近年ではこの捨てれてしまった駅西側周辺部の活性化を図るべく、付近の商店街や町づくり会社である大町 TMC 株式会社を主体として、老朽化の激しい建物を取り壊し、 新しい施設を造成するといった再開発事業が進められている。また、2006年3月18日には、駅から徒歩5分という高立地に、再開発商業施設である複合施設型、シネマコンプレックス、シネマリオーネ古川がオープンした。市街地と反対の南東側には、イオン古川店がある。当駅から仙台駅園一の関駅園に行く場合、 経路通りの乗車券を購入すると、新幹線を利用した場合と在来線、小ご田駅経由を利用した場合では、東駅を経由する部分で、東北新幹線が在来線、東北本線と別線扱いになるため運賃が異なることがある。以前、東駅の新幹線駅としての営業キロは、東北本線小ご田駅のものを順用していたため、東駅と小ご田駅を挟んだ区間には、 仙台駅園及び、一の関駅園との間に選択乗車が設定されており、運賃が異なっても、新幹線経由の乗車券で、小ご田駅経由、小ご田駅経由の乗車券で新幹線を利用することができたが、2014年4月1日の仙台近郊区間設定と同時に、選択乗車制度は廃止された。また、東北新幹線が仙台近郊区間に含まれていないため、 例えば、当駅から仙台駅園や一瀬駅園に行く場合、新幹線経由と在来線経由では、運賃が異なり、乗車券を購入するときは経路を指定する必要がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。